ラストは歌う？歌います。でも確かに3週ってなんか難しい方もとか失敗する確率とかもあるので、一週いっぱいの方がいいのかなとも思った。チュがチャーになっとる。そう、今日はチャイナの服を着てるからチャイナでチャーって書きました。こんばんは。3、なんかゆったり配信を見たいって言ってくださる気持ちはわかるし、自分もゆったり配信はしたいんですけど、それは今じゃなくて、このイベント期間が終わった後でもできるので、少しだけど星とか投げた方がいい。投げてくださったら嬉しいです。そうそう、イベント開けてからできることも全然長時間配信もできるし、いっぱいいっぱいゆったり配信をしたいので、だからこの配信期間中はゆったり楽しむというよりか、ちゃんとイベントに向けた配信予定にしたいので、そうすると刻んでいった方がいいのかなとは思うんですけど、イベント明けの長時間配信って何時間？まあそれは決めてないんですけど、自分の予定もわかんないし、ツアーもあるので、できるよっていう話です。そうそう、だから結構細かいやつの方がいいのかなって思った。3週難しいし、そう考えるとこのツイッターに皆さんが書いてくださったやつの中でどれがいいのだろう。そうそう、明日はせっかく時間が有意義っていうか多く使えるから、24日の公演落ちたな。また来てね。待ってるよ。7時台って配信した方がいいんじゃないのかなって思うんだけど。極端な話、10分枠かける18個とかのが、3周詳しくない人も1周投げやすいし、星多く集められる。確かに。どれがそれなんだろう。9分枠20個もか。すごい 9分枠20個。あまり協力できませんが、星があれば投げておきます。ありがとう。そうなんですよね。朝5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時、1時、2時、20時、21時、22時、23時、9回配信できる？9分枠20個、10分枠18個は毎日アイドル途切れちゃう。確かに。確かに、確かに。そりゃダメや。せっかく700日だから。確かにね。
この一番いいねが多い方のやつでいいのかな。やつの方じゃない、方のやつ。どう思いますか？そうそう、15分。このまあとりあえず朝は多分皆さん言ってることを全部見ると5時からですよね。だからいっちゃん最初の朝は5時に配信を。するんですよね。プロミチココ応援してます。ありがとう。今の差は合ってないような、わずかな差だから。そう、なんか2.5倍に有料ギフトがなってるから、なんか差の見方がもうわからなさすぎて、すごくくりする。まあね、一番多かったのはそうですね。ちょっと待って、書いてみるね。すぐもうちょっとで歌います。にゃんにゃん。時代がないんですよね、でもこの配信。まあ。これがすごい最善のガチ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 のやつなら7時台がなくてももう最善を尽くすという意味で、いけるんですけどね。そう、黒板の音がするでしょ。私もこれに最近癒されてるんですよね。ASMR みたいな。どうでしょう。10時台の配信16時16、1648人しかいなかった。もうそれはね、そうなんですよ。としやさんって人の音、山の山さんって人の同じだから。あ、そうなの？これでもいい？6時台をそのまま7時台に移動させても変わらないかも。そうなの？14時台は人少なそうだけど仕方ない。本当？
そう、本当にごめんなさい、10時台は。ずらしたら無駄できる。あ、そうなんだ。じゃあこれで良いでしょうか。明日はこれで行ってみましょう。皆さん。23時半じゃない？あのね、ツイートのリプの後に、なんかね、もう一個ね、改訂版を書いてくださってるんですよ。そっちが40分なの。じゃ、ツイートした方がいいよね。ツイートするね。2位、ありがとうございます、皆さん。待って、今から歌うから。ちょっと待って。すごい、なんか、事務的だ。気負いすぎなくて、ありがとう。ちょっと配信で携帯使うけんって思って iPad 出したんですよね。これで写真撮ろう。Twitter に載せる用の。じゃこりゃ。ちょっと撮るね。めっちゃぴょんぴょんしてる。髪の毛が。よいしょ。そう、明日は3週がないんです。多分2週とかばっかりの大抵ですね。イヤホンつけてるやつが一番いいや。明日の配信。ごめんね、みんな。ツイートしまー。暑い。はい、ツイートしました。ありがとう。それでは歌っていきたいと思います。音サインになった。 もうデッドヒートや。
んと、レインボースターたくさんありがとうございます。すごい。皆さんもギフトありがとうございます。ようかさん ありがとう。レインボースターですか。お疲れ様です。今回も参加ありがとうございます。あ、おきいさんのコメントだ。今回も参加ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。嬉しい嬉しい。参加ありがとうございますって。やっぱり迷ったんですけど、参加してよかったって今思ってます。最後まで頑張ります。ありがとうございます。おきいさんコメント嬉しい。ようかさんもようかさんもとめどないレインボースターありがとうございます。すごい無謀でも歌おうかな。ちょっとフラゲに似てないですか。すごい無謀を歌いますね最後に。
ることがない。まぶたの裏ずっと焼き付いてる。叶うことない。願いだからこそ手を伸ばし続けられる。無能な夢を後悔するな。傷ついた分だけ強くなるさ。孤独の道で誰かと出会ってたくさんの愛を知った。もしもう一度やり直したってまた同じ選択をするだろう。人は無能な夢を見て新しい世界を生きる。呼びかけてくださったんですか。ありがとうございます。ようかさんも皆さんもありがとう。すごいすごい。それではもう終わっちゃうので壇上で先に読みます。13位、ほならちさん。12位、中原さん。11位、くずりゅうさん。10位、ダンディーさん。9位、ジャスト・ミトさん。8位、ちかさん。7位、みえ HK さん。6位、あおきいさん。5位、ニコニョ、ニコヨンさん。4位、プクさん。3位、クロスケさん。2位、ジェイポン・ホンコンさん。そして1位は、ドルルルンジャン、ヨーカさん。ありがとうございました。そして今日のラッキーナンバー22位は、ドルルルンジャン、ウカさんでした。ありがとう。小田アリナさんも、ありがとうございます。すごい優しい世界。ヨーカさんすごい。ウカさんをくまたありがとう。皆さんありがとうございました。もうそろそろ終わっちゃうんですけど、いや、オーケーさんがまだいらっしゃってびっくりした。皆さんありがとうございます。ヨーカさんも本当にありがとうございます。すごい。あと3日、明日で、あと3日です。最後まで楽しんで1位を目指していきましょう。皆さん本当にありがとうございます。それではまた明日5時にお会いしましょう。バイバイ。ありがとう。またね。ありがとうございました。ありがとう。もう切れちゃう。ありがとうございます。本当にありがとう。ダンディーさんもありがとう。